おはようございます。西田渉です。えー、6月17日月曜日いかがお過ごしでしょうか全然収録しておりますというところで、多分今日明日ぐらいで、えー、販売終了というか売り切れちゃうと思いますので、こちら LSK よろしくお願いいたします。LSK デイ2の写真集ですね。本当に多くの方々にお買い求めいただき、本当にありがとうございました。デイーもまた楽しみにしておいてください。今僕はですね、ゲイズボリューム10と、えー、こんなパリフォトの写真集。あとは大阪で、 撮影した作品というところを今取りまとめている状況で、どういうふうに皆様にお届けするかなっていうのを考え中っていう、この考えて撮る時が楽しいんですよね。なのでそういうのも含めてですね、皆様と写真を通じてコミュニケーションを撮れたらと思います。7月24日からは、ゲイズボリューム10の発売を記念して、恵比寿のアメリカ橋ギャラリーにて写真10を開催いたしますので、何とぞそちらも楽しみにしておいてください。まだちょっとメインビジュアルとかも今からではあるんですけれども、まあ間もなく、 一ヶ月ぐらい前から展開できればなとと思っているので、そちらも合わせてよろしくお願いいたしますっていうところで、今日なんですけども、サブカメラって必要ですかねっていうお話。よくね、あのメインカメラがあってサブカメラにとかって、確かに僕もそういう感覚っていうのはあるはあるんですけども、例えば M 型を持っていっておいて、持っていっておいて、 こういう感じ。RX0 とかコンデジとかっていうのはあるんですが、えー、っと、まあ、ここ難しいんですけど、まあもちろん必要は必要なんです。なんですが、サブカメラがあることによる、なんか謎の保険的マインドセットっていうところが、意外と表現を濁らすことになるんだなあっていうのを、今回の大阪での3泊4日が非常に新たな気づきをくれたので、今日こういう、 議題になってますっていうのが、えっと、今回大阪の、えー、撮影に関してはこれムレンズはこの、えーとえー、とノクチルクスバースイヤーノクチだったりとかスチールリムエルマリットにジャチとかで一応スーパイロン90も持っていってたんですけどもまあそういった中であのやっぱり1台でモノクロしか撮れないカメラを持ってていき まあこれから別にライカじゃなくてもいいと思うんですよ。もちろんですがもう、えー、キャノンでもソニーでもニコンでもっていうねそれは何でもいいと思うんですがその1台でいくっていう行為自体がすごくシンプルに純粋にそこの街で自分が何を撮るかどう撮るかっていうところがね真摯に向き合えるなっていうのをだから改めて気づいたんですよね。これ最近ズズームレンズと 単焦点レンズっていうところの考え方にも僕は変わってきてて初心者はねズームレンズ使ってくださいっていうのを僕は基本的には推奨してるんですけどもまだ右も左もわかんないからわかんないなりにああそこを撮ってみたいってなった時にズームして寄れるとかって結構重要かなと思ってるんですよですからだんだんと,、えっと写真が最初に上達したいとかっていうふうに考えてくる人になればなるほどあの単、ー、焦点でね50なら50の距離35なら35の距離自分が見る 見る視点とか半径半径を 3m ーーなのか 5m ーーなのか 10m ーーなのかっていうところを、えー、自分の中の,あの距離でね感覚として距離で被写体を認識できる意識を持つと非常に変わってくるとあ向こうに 10m ーー先に何か気になるものがあるズームしちゃえドーンと聞くとるんじゃなくて、えー、っと自分がどのぐらいの距離で気になったものを見つめるのかっていうことを意識するっていうこれがやっぱ単焦点の大きなメリットだなっていうふうに 最近はその M 型はほとんど単焦点ですから、その中でどういうふうにぼかしていくかとか、どこにレイアウトというか配置するかっていうところは重要になってくるんですけれども、そういった中でね、あの、やはり全ての物事において、当たり前ですが、シンプルにシンプルにどん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 、あの、していく。ものも考え方もシンプルにしていくという。これが、やっぱり全てにおいて物事が上達する前に進んでいく、早く、 え進んんでいいいく原動力なんだなだううふうに改めて思いまし私ね我々はカメラを買ってそれを眺めるのもいいんですけれどもカメラを買って写真を撮りその写真を皆様に何かしら自分の思いを乗せて伝えたいっていうことがあると。ではそういった時に何を伝えたいかっていうことは逆に言うとシンプルに絵として成立させること自体がより訴求というか多くの方に伝わると思うんですよね。 そして使うカメラそして焦点距離っていうところをどん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 自分の中で狭めていく行為をすることによってそれしかできないそれしかできないからこそそのものがちゃんと伝わるっていう多分こういうことがいろいろつながっていってまあ例えばね あのー、シンプルに写真それこそ M 型ライカ M 型ライカってなんでそんな高いカメラをし、えーのまあ、宗教みたいに言うんだっていう人もいるとは思うんですよね。まあ現にこうコメント欄とかも来るんですよ、まあ、まあほぼ仕方ですけどそんなのは。なんですけれども、あのー、結局はこのカメラって M 型のカメラって要はムービーが撮れないわけですよね。でこれは写真を撮るためだけのカメラなんですよ。今時の えー、まあキヤノンニコンソニーとかのカメラでムービーが撮れないカメラって今最新で出ているカメラでありますかって言われた時にコンデジだろう、えー、だろううががミラースだないですよ、ね、だからそこがまずは1個もう M 型ライカーっていうものもちろん M 型ライカーでも、えー、M240 だったかなタイプ240は確かムービー撮れたかもしれませんがそれはもう本当にその1機種だけであってそれ以降の M10 とか以降は。 えーまあ、もちろん M8 とかもそうですけれども M8M9 もそうですがムービー撮れないんですよね要はこれは写真しか撮れないカメラで写真を撮るっていう行為まずこれがすごくシンプルじゃないですかなのでそういうところでそういうマシンを使いそして写真を撮るためだけの行為を行うっていうところここが今日のまあタイトル回収にもなるんですけれどもサブカメラって本当に必要なのかっていうところにも最近なってきたんですよね もちろん、業務とかはね、これは僕はあくまでも写真家だったりとか、自分の写真作品とか表現を突き詰めていく上でのマインドセットです。僕はもちろん商業カメラマンだった時のに、この発言というか、この考え方を提案されても何を言ってるんだと。いやそんなバックアップ機は必要に、サブ機、バックサブ機ではなくバックアップ機ですね。要は、同じカメラを常に2台ぐらい、2台、3台ぐらい持っておくわけですよ。全く同じ。 カメラ1個のカメラが飛んでしまって壊れてしまっても全く同じ状況下で同じ再現性をするために同じカメラを2台3台で持っていくとそのためには個体差がないカメラを使わ,ざる使わなきゃいけないだから僕はキヤノンを使っていたみたいなそういうロジックが成り立つわけですけども今みたいにこの自分自身でそれこそ LSK だったりですとか今度出るゲイズとかそしてパリホットで売る写真集というふうになってくると自分のマインドセット とといますかセットというかマインド考え方の方が重要なんですよね。どういう風うに自分は物を見るかっていう。そういった時に自分を反映させる道具はシンプルであればあるほどいい。その中で以前は M 型ライカと、えー、例えばこのコンデジとっていう風うに分けたりして、まあ、現場にもそういう風うに何台か持って行っておいて、旅先でもね使い分けとかっていう風うに思っていたんですが。 今回大阪に行ってみて、まあ、もちろんねそのも何かしらの不害が起こった時に、えー、もう一台ないとっていうのもあるかもしれませんけどもここ、まあ、本当に今回、えー、3泊4日でしたけども、まあ、雨は降らないという前提だったので「M 型ライカー」だけで行ってひたすら撮るっていう風になった時に非常にシンプルに大阪の街に向き合えたなっていう形で、まあ、もちろんそれがね確実にだからいい写真が撮れたっていう風には直結はしないんですよ。 ですが少なくとも自分自身はこういうふうに大阪の街を見たっていう今回は例えばですが人が気になったんですよね街をデザイン的に切り取るっていうよりかは人々の営みみたいなところを僕は間接的にあぶり出すようなあの描写とかが好きだったんですが今回ちょっと直接的に人を まあ人の表情まではがっつり写すっていうよりかは人をちょっと写し込むことによって生活とかそこの2024年の6月の大阪みたいな感じをえ表現してみたんですけれどもそういうふうにあのカメラはそれを今自分が言った考えたことを具現化するための道具なのであくまでもそのシンプルであればあるほどいいなっていうのは改めて気づいたんですよね。そこにに、今日朝朝起き、食食を食べ、じゃあ大阪の街へ出るぞっってなった時に まあ、だからカラーオブ関西とかも良かったんですよね R8 とか R6M2 しかないでレンズは24 2 4 241本っていうこれが逆に言うと僕はカラーオブ関西の勝ち筋だったんだなって今改めて思いましたねその時ももう朝起きるよしじゃあ今日は京都に行くぞ神戸に行くぞってなった時にそこの目的地があるだけでカメラは R8 もうキャノンで行くって決めてたから R8 とえ2 4 240これだけを持って出かければ 撮影が始まるというこの感覚をやっぱ改めて今後も写真表現をする上ではただ YouTuber いう要素もありますから例えば近日中だとパナソニックの S9 とかも来ると思うんですよねただまたそのカメラを使って表現はしていくんですけれども基本的にどっか行って何かやるぞっていうふうに決めた時はサブ機サブカメラみたいなところってうん果たして、えー、いるのかなっていうところが最近の僕の。 ね、考え方になり始めております。なので皆さんもなるべくシンプルに、えー、カメラ活動してみてくださいというお話でした。というところで今日も塚家の塚地さん西田,田でした。どうも。